チールズラジオム改めましてこんばんばはチルですこの番組は皆さんの夜のひとときの癒しになれればと眠る前の少しの時間ですが私チエルがトークや歌を皆さんにお届けするラジオ番組になっておりますえー、最近大阪の友達の結婚式が ありまして久しぶりに大阪に帰っていったんですけれどもものすごく楽しい楽しい本当に本当に楽しい時間になって、あのー、嬉しいこともいっぱいあったんですねでその結婚式の友達は大学の時に出会った友達なんですけども あのその式で私はあの歌をプレゼントさせてもらったりしてあのみんなとワイワイできたんですけどその中で新郎さんに会うのはその結婚式で初めてだったんですよねでそれも楽しみにしてたんですけど本当にすっごくいい人でであのそのなんだ なんか式中もすごい笑いの絶えない笑顔もう本当にみんなが笑ってあのなんか感動してみたいな結婚式になったんですけどその最後にですねあの「今日はお越しいただきありがとうございました」みたいなあの挨拶が新郎の方からあってでその時に新郎がね言ってたのがすごく良かったんですけどあの「僕には3つの夢があります」 で一つが、あのー、奥さんその新婦と日本中日本47都道府県をあの二人で回ることでそして、えー、もう二つ目が合格客船に乗ってその奥さんと世界一周旅行をすることで,で,で,で最後に三つ目がで僕たちが年を重ねて。 二人ともおじいちゃんおばあちゃんになってもう最後の旅行最後の旅になるなって時にえ沖縄に行ってプロポーズをしたその場所でもう一度新婦にもう一度プロポーズをすることだって言ってた時言ったんですけどもうそれを聞いて私たち友達は。 もうあんなに素晴らしいことを言われたいって言ってみんなであの心がほかほかになったんですけど本当に本当に素晴らしい人と出会ってあのなんか本当に幸せを分けてもらえたなと思ってすっごく幸せな結婚式だったんですねでその後はですねあのまた地元の友達小中の友達だったり あと本当に久しぶりじゃないかな朝まで遊んだりしてですごいねあのみんながねちやほやちやほやしてくれて本当に嬉しくてそれがなんか東京で頑張ってるっていうだけでもなんかすごいねみたいな感じでちやほやしてくれるからなんかほんとちやほやってすごい栄養になるんだなって改めて思ったし今日そして私はちょっと声が枯れてるんですけども。 その友達たちがねそのやっぱり歌を聴かせてほしいっていうことで2日連続あの朝までカラオケに <laughs> 連れて行かれてあれ歌ってほしいこれ歌ってほしいって言われてあのサービス精神旺盛なので私はもう声が枯れるまで歌わせてもらったんですけども、ね、その時にねあのまあ仕事にしてるから当たり前だった 当たり前っちゃあ当たり前なんだけど本当にみんな「うまいなほんまにうまいな」みたいなもうびっくりするぐらいあの褒めてくれてそれがやっぱまた嬉しくてでまた歌って歌ってしてたら声がこう枯れてしまったんですけどでも本当に良かったのででねあのそうやってしかったのがそのなんかこうえっ、ー、と何やって言ってるのその時にこうあんまりこうその 言ってくる自分の思ってることとかあんまり言わないようなあの子が1人いたんですけど何ていうの寡黙な子っていうか,なんか寡黙ではないなあんまそんな子がいたんですけど同級生のとこの子であの一緒にカラオケにみんなで行ってた時にそしたらその子があのあの私に「お前オリジナルの曲歌ってくれよ」って言ってきてくれたんだけど私からすると。 いいやいや誰も知らんからもうみんなのリクエストに応えるだけでいいやんっていう話をしたんだけどいやいやお前の「グッドガール」って曲がめっちゃいいからおいみんな聴いてくれよとかあと「でも最近の俺のイチオシはやっぱ暗いかな」とかって言ってめっちゃ曲聴いてくれてることが分かってそれがやっぱたまらなく嬉しくてでまあ聴いてくれてタイトルを覚えてくれてるんだなって思ってたんだけど。 その子が私の曲を入れた時に私が歌ってる横でちゃんと全部口ずさめてたことが本当に本当に嬉しくてなんか「聞いてるよ」とかってやっぱみんな言うてくれるんだけどその何て言うんだろうな覚えるまではやっぱさすがに聞いてく,、ね、くれてたりしないだろうなとは思ってたんだけどしっかり歌えて。 口ずさめてたことが本当に本当に嬉しくてでやっぱ歌った時にあのみんなが「私もちゃんと聞く」みたいな「あの CD も買うね」みたいなことも言ってくれたしそれ <laughs> も嬉しかったのとあ,あとそうあの結婚式の時にねあのもうけあのその大学の友達でもう結婚してあのお子ちゃんも連れてきた子もいたんだけどその子たちが。 あの「私ね」チエラジめっちゃ聴いてんねん」って言ってきてくれて「えそうなん」って言ったら「なんかあの陣痛の時にあの寝たらあかんからあの音楽かけましょうか」みたいな風に言われたんやけど「あのそれじゃこう精神を保てないからあのすいません」って言ってあの看護師さんに「チエラジ」ってカタカナで入れて流してください」って。 YouTube でって言って私のこの「知恵ラジオ」を聴きながらお産をしたというのを聞いたりとか何かこう夜夜泣きで何度もこう起きたりする時とかにこの「知恵ラジオ」を聴いてくれてたりなんかするっていうのを聞いてなんかやっぱいっぱい応援してくれてんねんなって思ってなんか友達やからって言ってもねそんな何やろそこまで。 行動に移したりというかねできひんことも多いやろうなと思う中でそうやっていっぱい聞いてくれてたりするのはほんまにほんまに嬉しいなと思ってでそうそれを聞いて私はもう私も嬉しいしみんなの「なんか何やろう私が <laughs> 東京で頑張ってるからあのー、私も私らもこっちで頑張れるんやで」みたいなこと言われてああほに。 頑張らなきゃいけないなと改めてパワーを注入してもらった大阪の旅でしたほんまに楽しかったですそ,うそれでねツイッターでもね言ったんやけどあ友達に「これめっちゃいいからあ,のあげるわ」って言ってもらったんがなんかお伊勢さんの伊勢神宮の塩が入ったあのお清めスプレーみたいなのがあるんですけどあれをねもらってね 何がいいかっていうのはめっちゃのこう説明も難しいんですけどむっちゃ私はいいと思ったのであの皆さんおすすめですなんか嫌なことがま匂、あ、いがスッとする匂いでもあるしなんかねちょっと嫌なことがこううんってうって来、うん、た時にシュッてかけたらほんまにサッってこうそれがなくなるっていうか一回こうリフレッシュできる切り替えができる。 のツールにじゃなないかなと私は思ったのであの皆さんよかったら Amazon で買えるので <laughs> Amazon で買えるね <laughs> なのであのおすすめですそんなとこかなはいさてアニメバスタード暗黒の破壊神の第2期挿入歌ディサピアーが先週から配信されておりますが皆さん聞いてくださいましたでしょうか、えー、聞いてくださった方から トッシーさんあの時こうしていれば違う結果があったのではと思うことは多々あって向こうは終わっていても自分は引きずってしまうそんな時はこの曲を聴いてとことん悲しんで泣こうと思う、えー、続いてマミコさん切ない曲調とチェールちゃんの歌声が胸にグッと響いてくるピアノも際立っていて切なさの中にも綺麗な音色を奏でていて聴き入ってしまう サビでオクターブ下がる部分もあるので曲の変化と世界観がまた変わって聞こえるすごく音色もこだわっているんだなって感じるということで、えー、皆さん聞いてくださってメッセージくださってありがとうございます他にも頂い,いていたんですけれども本当にありがとうございます、えー、今夜はそのディサピアについてちょっとお話ししたいなと思っているんですけれどもまあ この曲は「ラ・ミュゼ・パードゥ」を出した時にもちょっと言ったかと思うんですがま私の実体験というか私が感じたことをそのままあの詰め込んだ2曲で「ラ・ミュゼ」もそうだしこっちの「ディサピア」もそうなんですけどま簡単に言うと信じてた人にえ裏切られたというかその人と。 結果的に離れ,る離れてしまう離れたあ後に私の心の中に残ったものを表した曲なんですけど「ラミュゼーー・バードゥ」の方はうん,なんて言うんだろうな相手に対しての哀れみだったりああの相手に対してもっとこうすることはできなかったのかなとかどうしてそういう捉え方をするんだろうとか。 あーこう怒りかな簡単に言うと怒りとそこからの憐れみうーんみたいなものをうーんその曲の中に落とし込んだんですけどまあ友達でもそうだし恋愛でもそうだし仕事の間柄でもそうなんですけどこう親しかった間柄の人と のつながりが途絶えた時にその後に残るものって多分すごいさまざまな感情があってそれこそさっき言った怒りだったり哀れみだったりでも多分それと同時に大きく残るのって悲しみと後悔かなと私は思うんですよね。で先のそのラミゼの方に怒りと哀れみだったり相手に対しての強い感情を そっっっっちちにに持てて行ったとするならばこっちのディサピアについては内政自分のもう本当にこのトッシーさんが言うようにあの時ああしていればもしかしたら結果は違ってたのかなとかもう少し私が今までも十分我慢してたし十分抑え込んでたけどもう少しあの自分を殺していれば。 うん、もしかしたら違う結果になってたんじゃないかなっていうことって多分普通にみんな考えると思ってで私にもそれを感じたのでそれの,その悲しみだったり、まあ、内政後悔だったりをこっちに持ってきたんですよねで2つの気持ちってすごくこう両極端なんですけどそれは全然同時に実その同時にそこに何て言うんだろうあるしある感情として。 なん,でなんかこうその時の感情をこう余すことなく教訓に詰め込めたなと思っていてでこの「ジサピア」についてはジ、まあ、ィサピアってこう何て言うんだろう消えるとか失うとかそういう意味があるんですけどまあその簡単に。 まあ英語なんですけどその日本語で、ね、訳せるように簡単な英語にはなってるんだけどあなたが私から離れることがそんなに簡単だったのかって問いかけてるんですよねそ,そんなに簡単でしたか私の存在っていうのはみたいなでまあサビのところでディザピアをこう,こうなんていうんだろうお,お互い 私ににもも言言っっててるるしあなたにも言ってるところがあるんだけど私があなたからディサピアすることはできるけれどもあなたが私の元からディサピアするのは違うよねっていう問いかけがあってまあなんかそういう、うん、深い関係になった相手とこう離れてしまった人って多分 いいいっぱいいると思うのでそういう人たちの,この悲しみをあの表現できているんじゃないかなというか私が実際体験したことでもあるしなのでそのトッシーさんが本当に言うようにあの自分を引きずってしまったその気持ちをこの曲を聴いてとことん悲しんで泣こうと思うって言ってくださってるようにあのそういう時に聴いていただけたらいいなと思います。手前 曲の、ね、1オクターブを下げたりとかっていうのもあのいろいろ編曲で頑張っ,頑張ったというか編曲してくれた大輝くんの,あの技だったり、うん、曲がこうもっと盛り上がるように単調にならないようにとかっていうそういうのもあの技もいろいろ入ってるのでよかったらそのシンプルな切ないメロディーというか曲調の中にもあの光っているなんかこう癖みたいな。 いろいろ入ってるのでよ、あのー、これからも楽しんで聞いてもらえたら嬉しいですはいそれではここからはテーマトークのコーナーに参ります8月のトークテーマはこういう話ぞっとした話あなたが体験したものでも聞いた話でも構いませんえたかよさんからえち、ー、えちゃんこんばんはこんばんは連日の 国書に参り気味な夏生まれの高い音です8月のトークテーマ「怖い話、ゾッとした話」先日知恵ラジオを聞いていた時になぜだかふと思い出した真夏体験をお話しします。これは一昔私がまだ実家で暮らしていた頃に体験した話になります。当時の私の実家にはクーラーという快適な冷房機器もなく その上窓も開けて窓を開けても涼しい風が家の中に入ってくることもないような生活をしていたため家ではほとんどパン一で過ごすような生活をしていましたその日は熱帯夜とても寝苦しく汗だくになりながらも何とか眠れについた年の腕にチクリという刺激がありすぐに目が覚めました真っ暗だった部屋の電気をつけると黒黒としたやつが物陰の方 方へカサカササと動いていてくではありませんかなんと裸の私の腕にあった刺激の正体は G だったんですカブトムシやクワガタを飼ったり触ったりしたことがある人には伝わるかと思いますが G が歩いたその刺激はカブトムシやクワガタが手を歩いたそれと同じような感じの刺激だったんです私はその日からしばらく部屋の電気を消して寝ることができなくなってしまいました これを聴いて電気を消して寝ることができなくなってしまったらごめんなさい。<laughs> リクエスト曲は夏に聴きたくなる名曲「ゾーンのシークレットベース「君がくれたもの」をお願いします。ということで気色悪い。<laughs> 高代さん <laughs> これは本当にゾッとする話ですね。ありがとうございます。いやーこれって噛まれたんかな 歩いただけ私も昔あのあの同じようなというかクーラーはあったんだけどお母さんがクーラーが嫌いやから全然つけてもらわれへんくてっていう中で生活してたことがあるのででのわけのわからない私はちくりで目覚めたわけじゃなくてわけのわからない晴れが「か」じゃないやつが上にできた時に。 お母さんが、それは。あんたジーに噛まれたんやって言われたんやけど。ジーに。噛まれ。ることなんてあるのかしら。その後の。あの、なに。あれは、なんか、こう、も、なんか、できものができたりとかはしなかったですか、高谷さん。なんか、ほんまに気持ち悪いよね。あれは。ほんま、なんでなんやろって、一回考えたことがあって、それこそ、その、カブトムシとか、クワガタとかをね。見ても。でも、あれは、でも、家の中で見えへんから、なんか。 まあ、あれをその、ね、カブトムシとか見ても別に肝とはならへんけどそれよりもね結構小さめで別に無害じゃないですか害はなさないあの G ただ気持ち悪いってだけで気持ち悪いねもう今年の夏はいや今年の夏というかもう全然見てないから今の環境で G はカ,ブカメムシとかセミとかはあのー。 今も見るんですけど最近ジーンは全然見ないのであいやうちでは見てないけどあの制作するスタジオで一回見たことがあってその時に私が猫を飼いなさいって言ったんだけど猫がいるからもしかしたら虫が家の中でいないのかもしれないですなのであの今もジーンに怖がってる方がいるんだったら是非猫を飼ってみてください虫いなくなりますはい 怖い話ではないのですが夏の思い出です小学校の修学旅行の夜肝試し大会があって背の順で並んだ男の隣の男の子と一緒にペアで廃校になった学校を回って神社に参拝して戻ってくるというイベントがありました担任の先生が怖い話がとても得意な先生で多分先生が勝手に創作した、えー、怖い話を聞かされてから肝試しコースを回るのです その夜はシチュエーションも相まって先生のを作って必ず手をつないでいないと呪われるというルールを信じ込んでしまい隣の男の子とすがるように手をつなぎましたそして神社でお参りするとき手が離れてしまうのでどうしようと本気で相談して片手を組んで手を合わせようということになりました今覚えばなんと純真なというと思うエピソードなのですが普段はその男の子はいじめっ子で乱暴な子だったのでその修学旅行のあとついそっけなくしてしまいました 好きな子が他の男の子だったからというのもあります。我ながら子供でしたね。ジェイルちゃんは小さい頃どんな夏を過ごしましたかということで。えー、かわいい。<laughs> その先生もちょっと変わった先生ですね。<laughs> めっちゃ先生楽しんでるやん。肝試しはね、私もね、したことあります。うちでは、あの、臨眼学習っていうので、あの、山。 山のコテージみたいなところと思ったかな。えー、なんだけどその時にやっぱりあの肝試しがあったんででもね私ほんまに小さい頃から全然怖がる子じゃなかったからめっちゃ楽しんでたし何だったらあの怖がってる子を怖がら,怖がらせる余計にっていうことにこう、ね、力使ってたので全然ねあの肝試しが怖いっていうのは全然ないんやけど。 この手を,手を離したら <laughs> 手を必,ず必ず手をつないでないと呪われるってどんな話やったんかがめっちゃ気になるしそのほんまに参拝の時にめっ,ちゃかめっちゃ真剣に悩んだんやろうなってことをが想像できるのですごくすごくかわいいエピソードですね。えー、どんな私は小さい頃どんな夏を過ごしましまたかってあるんですけど。 そのさっきも言ったように私の、ね、家にエアコンあるんだけど母がエアコンが嫌いだったので基本的に扇風機とあの窓をこう開け放して過ごしてた家だったのでうーん私もずっとパン市やったかな子供の頃ねそんなんやった気がしますすごい活発であの男の子たちともよく遊んだし うか、ん、なんか本当に元気いっぱい生意気なあの女の子でしたのでそのどんな夏を夏のエピソードはそんなないなつ常にパンイチ暑かったら水風呂に入るみたいな <laughs> そんな野生みたいな子供時代でしたはいまだまだ暑いけどなんとなく日も短くなってきたりして秋に向かう中最後のぞっとした話を。 凍えるようなぞっとする話ではなくばおさんの少し甘い話で締めさせていただきましたありがとうございました、えー、さて「早いもので」本日もお別れの一曲のお時間になってしまいました8月のリクエストテーマは「花火花火」がテーマ花火が歌詞に入っている曲洋楽邦楽問わず募集しておりますで先週ね花火の写真をね皆さん送ってあの来てくれて 霧のまさんや皆さんの素敵な写真を送ってきてくださいまして本当にありがとうございました全部見ました羨ましいありがとうございますこれで私も今年は花火を見たということになります皆さんのおかげですありがとうございますそしてですねこん今夜はあのリクエスト曲ではなくせっかくなので冒頭でお話しさせていただきました私のニューシングル「ディサピアをみんなに聴いていただいてお別れしたいなと思います えー、今月も皆さんリクエスト本当にありがとうございましたそれではジイルのニューシングル「ディサピア聴いてください「EasyDay.」 me all alone is it easy to disappear And are you sorry? to uh. be I try my best to fix you. I try to make you see that I can disappear from you, but you can disappear from me. I wanted to.

お聞きいただいたのは私のニューシングル「ディサピアでしたさて J ラジでは私のトークやみんなからのリクエストに月間テーマを向けて放送しております9月のトークテーマを発表しますねドコ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 ドン9月はドイツバイエルン州の シュートミュンヘンで開催される世界最大規模のお祭りのオクトーバーフェストが行われるんですが日本でもですね数年前からコンセプトが輸入されて各地で開催されていますよね私もね行ったことあるんですよ一回でなんとなく日本ではとにかくビールを飲むお祭りみたいなイメージですよねうんそういうイメージだと思ってたんですけど とということでそのオクトーバーフェストが今年も開催されるということで9月のテーマはお酒にいたしますあのチェーラジーリスナーの方は皆様あの大人の生かした大人のかん方々が多いので皆さんが好きなお酒の話お酒を飲む時のお気に入りのあておつまみ好きなあの居酒屋皆さんの地元の有名店 お酒を飲んでの失敗談などなどお酒にまつわるお話を広く募集いたします、えー、そしてリクエストテーマはですね9月はちょっと気候も落ち着いて夜も長くなっていきます秋の夜長なんて言いますよねなのでテーマは夜夜、えー、夜に聴き,きたい曲夜がテーマの曲、えー、それこそその,あのお酒トークテーマのお酒、えー、を飲む時に聴きたい曲などなど バー,バーや居酒屋、ちょっとしっぽりした時に聞きたい曲などなどあ,ありましたら洋楽、邦楽問わず募集いたします、えー。また私に聞いてみたいことや皆様のお悩み事があったらどんなことでもいいのでメッセージもらえたらと思います。テーマトーク、楽曲リクエスト、私に聞いてみたいこと、皆様のお悩み事、どれもツイッターにハッシュタグチェイラジ、カタカナでチェイラジをつけてツイート、またメールでチェーラ,ラジアと Gmail.com t i e l l e r a d i o g m a i l c o m までお送りくださいこの j l ジ l シジールームを通してみんなと触れ合ってどん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 大きな輪にしていけたらいいなと思っております、えー、それでは今夜も聞いてくれてありがとう明日もあなたにとっても私にとってもいい日になりますようにおやすみなさい